大阪府立芥川高等学校は、大阪府高槻市の山間部にある公立の高等学校。高校生急増期の昭和後期1980年に誘致運動を受け、府立127番目として新設されたマンモス校。高槻市独特の中学校の進学指導、地元集中運動の影響で、生徒の9割が地元高槻市の出身となっている。 1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に新設した不立高校の一つ。1973年度だけで開校13校が計画され各自治体が地元誘致運動を進める中、1980年に地元の熱い要請を受けて不立127番目に新設された。教育課程は 全日制家庭で普通科を設置。各教科や総合的な学習の時間では特色のある授業の取り組みを進めている。情報の授業では関西大学のうち同じ高槻市内にキャンパスのある総合情報学部との広大連携を行っている。また家庭科の授業では老人ホームや保育園での実習を取り入れている。 地元集中で新設校のため生徒の9割が高槻市の出身で、高槻市以外を知らず自己肯定感を持たない生徒が多かった。大学進学の際、神戸市など通学圏でも、遠いと拒否し、指定校推薦入試に頼り、行ける大学に進む傾向が強かったため、教員が2008年頃から生徒の視野を広げ、生徒と教師の1対1の対話、学年、 部活動顧問の意識共有を図り、教員自身の浪人経験などを語り、第一志望にこだわろうと呼びかけた結果、参勤交流に一般入試で合格する生徒が大幅に増えた。その後、2012年度入学生からグローバル専門コースを設置し、実践的英語力とグローバルな視点を持った人材の育成を目指している。外国語大学との連携を進めるとともに、 オーストラリア、台湾など、海外の学校との交流を行う。高知は、高槻市の中北部、名神高速道路の北側の丘陵地帯に位置。最寄り駅から遠く、生徒の多くが自転車通学。電車利用の生徒も、高槻市営バス、または各駅前からレンタル自転車で通学する。制服は、紺色のブレザースタイルにスラックス、ネクタイを組み合わせる。 ありがとうございます。